だか。少しは腕を磨いてきたのでしょうね。では始めるぞ。いい心意気だ。例によって邪魔が入らぬように検査は切り取った空間内で行います。では期待に応えてみせなさい。完全に力を振るいなさい。懲りずにまた来た根性は褒めてやる。ですが情けはかけません。あなたが全力を絞り出してこそ検査の意味もある。そういうことだ。行くぞ。ん？子供？誰？てかやっべ、中二服めっちゃ似合ってる。めっちゃ可愛いんだけど。あ、持って帰りって。で、落ち着け。え？嘘、嘘。この戦力値、気をつけて。この二人とんでもない怪物だよ。向こうの方が戦力が上よ。無理はしないで。そんな、メサイアピカロ。よし、ぶっ壊してやる。これでいいだろ。ここにかける。くらえ。ダメ。くらえなさい。余裕です。やるな、クロウ。しかもペルソナ使うのよ。なんなんだよこの子ら。ペルソナ、カラシ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 。待って、ペルソナ。私の甘いわ。ペルソナ。バイオレット、さすがアスリート。ペルソナ。倒れていられない。俺は必ず。礼は後だ。俺の恐ろしさを味わえ。踊りましょう。最高のコンディションです。くらえ。くらえなさい。そろそろ鉱山を口にしたいですか。ま、言ったところで返さないがな。元より全力を見極める検査。倒れるまでは付き合っていただきます。どうだ。危ない。ペルソナ危ない。ペルソナだけで立ってる。ガンドル。バイオレットが危ない。響け、オラトリオ。
イミングだ。どうした囚人。ぶっ壊してやる。剣技しやがれ。フェル様、ここにかける。しましたか。ペルソナ、これでいいだろ。何なんて、ペルソナ、これで片付ける。ペルソナ、俺の恐ろしさを味わえ。踊りましょう。抜群の集中。おっと、行きます。ペルソナ、響け、オラトリオ。ありがとうございます。ぶっ壊してやる。なんて、ペルソナ、調子が出てきたか。ええ、体が温まってきました。単なる検査だけでなく、少しは楽しめそうです。ジュスティーヌが珍しく乗り気だぞ。我らの期待を裏切るなよ、囚人。ペルソナ、余裕です。
やるな、クロウ。ペルソナ。バイオレット、さすがアスリート。ペルソナ。よし、お礼は必ず。礼は後だ。俺の恐ろしさを味わえ。これでいいだろ。やるな、ペルソナ。勝利は必ず。ペルソナ。驚きました。同感だ。なかなかいいぞ囚人。さすがに我らの主が目に留めた存在、少し本気を見せてもいいかもしれませんね。地獄はここからだ。さすがジョーカー、紙一重だ。やってやる。
向じゃない。弱点がわからない。こりゃいろいろ試すしかないな。来い、メサイア・ピカロ。よし、ペルソナ、これでいいだろ。ペルソナ、これどうですか。礼は後だ。どうだ。ペルソナ、よし、ぶっ壊してやる。カラス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 。なんて、ペルソナ。強い。想定外です。ああ、ただの人間って力じゃない。どうやら手加減が無用なのは我らも同じだったらしいな。期待以上だ、囚人。ここからは我らも完全に全力だ。これなら見えるかもしれない、秘められた本当のペルソナ。バイオレット、さすがアスリート。よし、レベルアップ。新しい力、良さげです。負けた。この我らがただの人間に。すごいな、起きるんだな、こんなことが。不思議だ、最大級の屈辱のはずなのに、何か吹っ切れたような晴れ晴れとした気分だ。はあ、またお姉様たちに叱られるな。力を司る者なんて言って、所詮は全てを測れるわけではないってことだな。お姉様、力を司る者。カロリーヌ、あなた今。うん、どうした、おかしなことを言ったか。囚人、あなたとの約束を果たすべき時が来たようです。我々の恥ずかしい秘密。えっ、その話残ってたのか。実は我々は時折、自分が自分でないような、本当の自分が別のどこかにあるような、そんな奇妙な不安定感を覚えることがあるのです。え、囚人を真っ当な公正に導くべき監守が自分の正しさに疑念を感じている、こんな恥ずかしい笑い草があるでしょうか。なんだそんな話。カロリーヌは羞恥を感じないのですか。何の話だと思っていたのです。もしや、初めてペルソナ合体をやってみせた時、見た目が怖すぎて後で自分も半べそだった話とか。うわー、囚人を怖がらせるポーズを密かに練習しているのに、いざ対面すると照れくさくて一度もできてないとか。
やめろ心が。はあ、あなたに敗れ膝をついた時、わずかですが何かが見えたのです。そして確信しました。あなたに更生という目的があるように、我らにも何か果たすべき目的があると。我らの目的は主に仕えることだろう、監視としてな。ならばそれと全く関係のないこれがある理由をどう説明するのです。それは囚人、特別検査の結果を伝えておきます。今のあなたの総合力を言葉にするなら、全ての人の魂を救うものといったところでしょうか。そして今日の勝利の記念に、このしおりはあなたに譲りましょう。礼など、むしろ私は自分の都合を押し付けているも当然なのに。こうしてあなたとつながりを持ち続ければ、いつかきっと我らも真実にたどり着ける、そんな気がするのです。やれやれ、黙って宿題を一つ増やしてしまうとは。まあ主には黙っておくさ。お前の秘密ということにしておいてやれよ。というかお前がバラした秘密の話って私のばっかりじゃないか。不公平だ。たく、私ですか。私は最近、この囚人が長く訪れないと、なんというか待ち遠しい気持ちになります。よくわかりませんが、これは人間の尺度に照らすと面と向かって告げるのがはばかられるような、そんな感情のような気がします。カロリーヌも多分同じだと思います。ノア、知っておいてもらえればいいのです。あ、当然ここだけの秘密ですよ。いいですね。選ぶ、なぜだ。もう一方がかわいそうではないか。なんというか、二人ともということに抵抗は感じないのですが、おかしなことでしょうか。まあいい、この話はここまでだ。そうですね、職務に触りそうです。我らはいつものあり方に戻る。特別検査は今回限りだ。まあ今後はこれまでとは違う思いで貴様を監視することになりそうだが、だからこそ今まで以上に厳しくいくぞ。覚えておけ囚人。そうだ、よし。せいぜい